J2 降格が決まった J1 新潟は28日、来季の監督に鈴木正和氏、62が就任すると発表した。鈴木氏は磐田の監督や、18歳以下、19歳以下の日本代表監督を歴任。2015年からは日体大を指揮していた。新潟は18日の第32節で16位以下が確定し、初の J2 降格が決定。今季途中から指揮を取ったロペス・ワグナー監督は今季限りでの退任が発表されていた。